い、皆さんこんにちは、しなたんです。はい、今回はですね、今年も1年頑張ったっていうご褒美に、この前のブラックフライデーセール、まあ、ちょっと前なんですけどね、ブラックフライデーセールでめちゃくちゃ贅沢にたくさんお買い物をしまして、それが届いたので、ちょっと今日はそちらをみんなにご紹介していきたいなっていうふうに思います。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということで早速紹介していきたいと思います。今回は、まあ、贅沢なセール購入品ということで、カフェッチでいろいろとね、ちょっとブランド物を買ったので、そちらを紹介していきたいと思います。ではまず一つ目が、じゃじゃん、こちらでございます。 AVAVAV っていうブランドのアファージャケットとかっていうのかな、になっております。これがね、すっごいすごい可愛くて超一目惚れで買いました。もうすでに何回か着ているので見たことある方もいると思うんですけど、この形がすごい可愛くて、結構ユニークな感じの形で、袖もねすっごいボリュームがあったりとか、この前の襟のところもちょっとこういった感じで形が面白くて可愛いんですよ。首元も閉じることもできるし、開けて着ることもできるし、でこっちにはボタンがついているのでボタンして、であとベルトもついてるから、ベルトをギュッてしたらウエストがマークされてふわっとした感じになるんですよ。その形が超可愛くて、やっぱ他では見ない形っていうので、冬ってこうどうしてもアウターがメインになってしまうと思うんですけど、アウターがメインでもおしゃれに見えるっていうか、本当に主役になってくれる、でシンプルすぎないアウターなので、とっても気に入ってます。これ中に綿入っているので、軽めは軽めなんですけど結構あったかくて、これからの時期とかにもすごく活躍してくれそうだなって思います。ブラウン系ってあんまり私着ないんですよね。どっちかっていうとブラックとかグレーとかそっち系が多いんですが、ちょっと挑戦してみようと思って、あんまり持ってなかった色っていうのもあって、今回ちょっとゲットしてみました。ただめちゃくちゃ高かったです。マジでギリギリまで、買っていいのかなとか思ったんですけど、でもすごい可愛くて、でもせっかくね、そのブラックフライデーセールになってたし、お安くなってたので今回思い切って買っちゃいました。なんとこちらのお値段が、パーフェッチの価格なんですけど、もともとが147,858円。高いでしょ、もうびっくりなんです、私も高いんですけど、これがセールで私が買った時は103,500円になってました。だから4万円ぐらい、4万5000円ぐらいお安くなっていて、これはもうお得すぎると思って買っちゃいました。でもね、なんか今見たらもっと安くなってるんですよ。なんか半額になってて、今7万1500円まで下がってて、ドンって、ちょっとショックなんですけど、まあ、でもそういうのはね、あるあるだし、もしかしたらなくなっちゃってたかもしれないっていう風に考えると、まああの時買ってよかったなとは思います。まあ、でもとりあえずお得にゲットできたっていうのは間違いないので、とっても嬉しいです。まず1点目がこちらでございます。これ本当気に入ってる、たくさん着ます。では続きまして2つ目が、じゃじゃん、こちらでございます。JW アンダーソンのスウェットをゲットいたしました。 JW アンダーソン、私あんまり普段買ったことないんですけど、 SNS とかでも見かけること多くて、ずっとまあ気になってはいたブランドさんで、カフェチのブラックフライデーのねセールを見てた時にこれが目に留まって、すごい可愛いと思ってゲットしました。グレーのスウェットってもういつまで経っても可愛いじゃないですか。私も何着か持ってたりするんですけど、プリントの色合い、このグレーとグリーンっていうこの組み合わせが超可愛くて、でこれちなみに中はね裏肝になっているので、とってもあったかいです。これまだちょっと着れてないんですけど、届いて実際に着てみた時に結構形も可愛くて、なんかボテッとしたゆったりとした感じのスウェットなんですけど、丈感が長すぎないからボトムスとも結構バランス取りやすくて合わせやすくて良かったです。スウェットはねデニムとかと合わせたり、ちょっと柄のスカートとかと合わせたり、本当に着回しがたくさんできるのでゲットしました。こちらのお値段がもともとが 38,167円なんですけど、セール価格で 22,900円になってました。なんかさっきのアウターを聞いてからこれを聞くと安く感じるけど、全然高いですよね。スウェットで2万円ってまあまあ高いですよね。ちょっと私今回奮発してます。結構総額やばくなりそう今回散財いたしましたので、それをねみんなに紹介して分かち合いたいなと思ってということで続きまして3つ目が、でこちらでございます。オキパンクチャー1993って読むんですかね、1993かな、のフーディーでございます。これは
前に動画でも着てましたね。結構オーバーサイズなんですけど、さっきのはどっちかっていうとボテッとはしてるけど丈感とかはそんなに長くない感じだったんですが、これは結構もう長めの本当に1枚でも着れるぐらいのオーバーサイズなフーディーになっております。こういうフーディーってね、ぶっちゃけなんかアウターが難しいんですよね。やっぱ中が大きいとその上から着るアウターってもっと大きくないと着れなかったりするじゃないですか。だからちょっとアウターと合わせるのが難しいアイテムではあるんですが、まあ、これ1枚で着たりとか、プリントがすごい可愛くてハードな感じなんですけど、これがすごい可愛くて、私ずっとブラックのフーディーを欲しかったんですよ。持ってるは持ってるんですけど、もうちょっと種類欲しいなと思って探してて、いろいろ見てたんですけど、これが私的にはすごく気に入ったのでこちらをゲットしました。であとこれフーディーのね、紐がついてないっていうのも私的には可愛いなと思って、紐ついてるやつも好きなんですけど、今回探してたのは紐がないスッキリとしたタイプのやつを探していたので、これをゲットしました。これ結構あのフードがしっかりしてるので立ってくれてとっても可愛いです、シルエットも。でフードのてっぺんにはこんな感じでロゴがついてます。これはちなみにね、裏肝とかではない普通の裏毛のフーディーです。こちらのお値段が、元々の価格が 35,30 円なんですけど、セール価格で 22,900 円になってました。では続きまして4つ目がじゃじゃん、こちらでございます。こちらオフホワイトのトップスです。こんな感じで後ろも可愛いんですよね。これオフホワイトも私結構気になってたブランドさんで、持ってなかったんですよ今まで。オフホワイトのもの、オフホワイトって結構価格がね高いから渋っちゃうんですよね、やっぱ定価だと。テールでもちょっと高かったですがお安くなっていたので今回思い切って購入してみました。このトップスも何度か YouTube でも着てるかなんですけど、これもすごい気に入ってます。ここにオフホワイトのオフっていう文字がいっぱい入って、結構あの素材的にはなんかレギンス、あのスポーツウェアのレギンスっぽいような、ちょっとこうしっかりとしてるけどでも伸縮性はあるみたいな、そんな感じの素材です。だから結構スポーティーなトップスなんですけど、これにデニムとかと合わせてもうちょっとカジュアルダウンさせてきたりとかっていう着方がすごく可愛くて、もうすでに何回か着てるかも。フィンガーホールがついているので親指がね通せるっていう感じで、やっぱりこの袖が長いとすごい手が長く綺麗に見えるので、私はそこがとても好きですね。結構だからピタッとしたトップスとかは割と袖が長めのものを選んであげると手長く見えてスタイルよく見えるのでおすすめです。シンプルなブラックのトップスなのでとっても着やすくて、いろんなものと合わせやすくて、これもね買ってよかったなっていう風に思ってます。たくさん着ていきます。こちらのお値段が元々が 83,167 円なんですけど、セールで 49,900 円になってました。結構オフされてますねこれも。でも高いね、高いですね。なんか私バグってたわ多分、このお買い物した時多分ストレス溜まってたんかななんかすごい多分バグってたかもしんないこの時、金銭感覚がやばいわ普通に今考えたら。高いなびっくりした。大切にしていきます。でもね、なんか大人になってきてやっぱブランド物も欲しいなっていう風に思ってき始めたんですよ。もちろんねこれからもザラとかお手頃な価格のお洋服もたくさん買うと思うんですけど、ちょっとこう奮発して買ったものってやっぱりよりこう大切に長く着ようとかっていう風に思うようになってくるじゃないですかきっとね。だからまあそういうのもちょっとね買っていこうかなみたいな続きまして5個目がじゃじゃん、こちらのトップスでございます。マリンセルのトップスです。このトップス結構よく質問もいただいたりとかするので、みんなも持ってるとか狙ってる方も多いと思うんですけれども、今回こちらのベージュのトップスをゲットいたしました。これ普通にハイネックじゃないやつもあるんですけど、私はハイネックタイプのもの、私これの同じ形のダークブラウンのやつも持ってて、でそのトップス結構使えるので、なんかこうトップスとしても着れるし、インナーとしてもすごい可愛くて、なんか今着てるこういったトップスの中とかから着たら首だけ見えたりとかして、これまたこれで可愛いと思うんですけど、ベージュもいろんな方が着てるの見てて合わせやすそうだなと思って狙ってたアイテムなんですけど、今回このセールでお安くなってたので買っちゃいました。このトップスも結構さっきのオフホワイトのトップスと似たような感じで、結構ストレッチが効いてて、ちょっとツルッとした水着っぽい素材感になってます。体にピタッとフィットしてくれるトップスなんですけど、私ダークブラウンの方は M サイズを持ってて、でこっち L サイズにしたんですよ。 M サイズは結構私的にはピタッと自分の体にフィットしてくれるなっていう感じがあって、 L サイズは若干ゆとりがありました。ウエストら辺とか、もともとくびれてるデザインなんですけど、くびれから下のところが結構広めになってるので、ここがちょっとゆったりとするかなっていう感じです。ベージュやっぱほんと使いやすくて、いろんなお洋服とも合うので使い回しができそうだなと思って
って買ってよかったアイテムです。こちらのお値段が、もともとが 32,334 円だったんですけど、セールで 19,400 円になってました。ということで、続きまして、6個目が、じゃじゃん！こちらのデニムパンツをゲットいたしました。ダークパークっていうイタリアのブランドなんですけど、結構このダークパークはパンツメイン、デニムメインの感じのブランドで、すごいこう変わったデザインのものとかが多くてとっても可愛いんですけど、今回まあセールになってたんでちょっと思い切って購入してみました。初めて。すごいこのパンツも可愛くて、デザインが後ろのヒップのところが結構ポケットが下目についてるんですよ。このパンツ自体はミッドライズ、ジャストウエストで履けるような感じのパンツになってるんですけど、ポケット結構下目についてて、本当にもうお尻の終わりぐらいからついてるっていう感じのデザインになって、これもまたなんかすごい可愛くて気に入ってるポイントです。あとはね、前のところにちょっとこういった切り替えみたいなのも履いてたりとか、裾のところもね可愛いんですよ。ただこれね、丈がめちゃくちゃ長いので、私169あるんですけど、結構私でも長かったので私も折って履いたりとかしてるんですが、裾も切り替えアートシームが入っていまして、とっても可愛いんです。ウエストはね、このサイドにゴムがちょっとだけ入ってるので楽に履けるパンツですね。形もすごく可愛かったし、私はサイズ感もすごくぴったりだったのでとても良かったです。シンプルなストレートなデニムなんですけど、デザインが結構変わってるから、シンプルに履けるんだけどこだわってる感、おしゃれ感があってとってもお気に入りのパンツです。こちらのお値段がもともと 69,858 円なんですけど、セール価格で 48,900 円になってました。これも大切に行こうと思います。なんかヒールとかとも合わせたいな。私はまだスニーカーとかとしか合わせてないので、ヒールとかと合わせてかっこよく着たいなというふうにも思ってます。では続いてでラストでございます。ラスト7個目がじゃじゃーん、こちらのシューズをゲットいたしました。これはアシックスのスニーカーでございます。こういったちょっとこうハイテクな感じのスニーカーが今結構流行ってるっていうか、私も気になっていて、アシックスってこういうスポーツシューズみたいなやつ多いじゃないですか。アシックスといったらやっぱりこういうねメッシュが使われてたりとかするような、いい意味でダサカワな感じのシューズがたくさんあるんですが、アシックスもねファフェッチにあって、そんな種類はなかったんですけど、見てたらこのシューズがとっても可愛かったのでゲットしました。私スニーカー結構たくさん持ってるんですけど、オレンジっぽい差し色が入ったシューズっていうのを持っていなかったので、例えばオレンジのトップスとかオレンジのバッグとかと合わせたらすごい可愛いなと思ってこちらをゲットしました。結構今まで本当ネイビーとか白黒とかグレーとかそういったシンプルなデザインのスニーカーが多かったので、まあ、こういうスニーカーでちょっとワンカラーとかツーカラーとか入ってるようなスニーカー欲しいなと思ってて、これがセールでお安くなってたし、とても可愛かったのでこちらゲットいたしました。やっぱりすごく履きやすいですね、こういったスニーカーは。こちらのお値段がもともと 14,365 円なんですけれども、セール価格で1万円でゲットできました。ちなみにこちらも今見たらめっちゃお安くなってます。 6,400 円になってました。まあ、でもお安くゲットできたので良かったですはい、ということでこんな感じで以上私の今年のご褒美セール購入品爆買いでした。セール購入品爆買い、セール爆買いセール購入品でした。合計金額で出したら恐ろしいぐらいの散財をしましたけれども、でも本当にどれも気に入ってますし、買ってよかったなって思うアイテムなので、自分への今年のご褒美ということで贅沢しちゃいました。みんなもなんか買いましたか、今年のご褒美的なの。自分の機嫌は自分で取るっていうね言葉もあるぐらい、自分を甘やかすっていうのも大事なことだと思うので、なんかちょっと頑張りすぎてるなとか頑張ったなっていう時はちょっと贅沢しちゃってもいいのかなと思います。なのでみんな適度に自分を甘やかして頑張りすぎず頑張っていきましょう何の動画これ何の動画みたいな感じになりましたが、まあでも今年も皆さんとお疲れ様でしたということで、自分をたくさんね褒めて自分にたくさんご褒美をあげてください。はい、ということで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。